ねえ、ゆうとくん、次のお休みなんだけど、この間行ってたお店に。ああ、悪い。俺、その日から出張になっちゃったんだよね。え？出張なんて聞いてない。急に決まったんだから仕方ないだろ。仕事なんだから、勘弁してくれよな。そう言われてしまうと、何も言えない。私とゆうとくんは付き合って3年で、両家に挨拶は済ませて婚約もしている。だけど、式が近づくにつれて、彼の態度はどんどん冷たいものになっていった。はぁ、先輩どうしたんですか？そんな暗い顔しちゃって。マリッジブルースか？花沢くんは私より少し年下の後輩くん。若干チャラいけど、素直で人懐っこいいい子である。その、実はあんまり婚約者とうまくいってなくて。へえ、詳しく教えてくださいよ。俺、愛の伝道師なんで。何それ。私はポツポツと愚痴をこぼし始め、花沢くんは時々笑いを取りながらも真剣に話を聞いてくれた。ただいま。って、そっか、今日から出張だっけ。結婚式の話、ちゃんと進めたいんだけどな。え？お姉ちゃん？あんたの婚約者、いただいたわよ。ごちそうさま。何よこれ。私はすぐに姉に電話をかけた。超必死、受けるんですけど。どうしてゆうとくんとお姉ちゃんが一緒にいるのよ。いや、ブスなあんたより美人な私を好きになるのは当然のことじゃない。っていうか、ブスのくせに私より先に結婚できるとか夢見てるとこが痛いのよね。世の中はね、美人が勝つようになってんのよ。美人が勝つようになってんのよ。なってんのよ。ひどすぎる。それから数日後、実家から連絡が来た。ゆうとくんとの旅行中に姉が顔に大怪我をして病院に担ぎ込まれたらしい。怪我の原因は泥酔してホテルのロビーで派手に転んだそうだ。いやー、私の美しい顔が。その後、ご自慢の顔に大きな傷ができてしまったのである。私は姉にも浮気をしたゆうとくんにも会いたくなくて病院には行かなかった。ミオ、どういうことなんだ。ゆうとくんはお前の婚約者だろ。そうよ、ジュリが怪我をした時、ゆうとさんはほったらかしにしたみたいよ。とんでもない非常識男だわ。私が怪我したのはあいつのせいよ。訴えてやるんだから。両親は昔から姉びいきだから、悪いのはゆうとくんと私、ということになっていた。その後、ゆうとくんの実家からは、うちのバカ息子が申し訳ない、と謝罪され、ゆうとくんからは、やっぱり女は顔じゃない。俺とやり直してくれ、と LINE が届いていた。ふざけるな！こうして私たちの婚約は破談になった。それ本当っすか？どうしてそんなに嬉しそうなのよ。だって破談ってことは俺にもチャンスあるってことっすよね。はあ？よかった。不倫からの略奪愛とかも考えたんすけど、やっぱ人としてそれはまずいっすからね。いや、先輩のことずっと好きだったんすよね。俺と付き合ってくださいよ。無邪気 100% で微笑む花沢くんに、私は思わず OK してしまった。勢いで付き合った彼だったけど、今までの恋人とは比べ物にならないほど紳士的で優しかった。そして、ねえ、私今はこんな怪我してるけど、きっとすぐに良くなるわ。ミオなんかより私の方がずっと綺麗でしょ。
すいません。顔がどうとかじゃなくて、ババアは無理っすね。彼に笑顔で切り捨てられた姉を見た私は、思わず吹き出してしまった。ババアは無理っすね。ババアは無理っすね。ババアは無理っすね。